こんにちは、高橋です。僕は今まで父親とのことに関する動画を上げてきました。家出旅とかいろいろやりましたね。で、今も一人暮らししてるんですけど、父親との関係はそれによってどう変わったのか、ちょっと聞いてくれると嬉しいです。結論から言っちゃうと、僕が一人暮らしを始めてからびっくりするほど優しくなっちゃって、なんか丸くなったんですよね。僕なんだかんだで実家によく帰ってるんですけど、行くとしたら昼なんで父親とは会わないんですよ。そしたら夜、父が母にあいつは帰ってこないのかってよく聞いてるらしいです。で、僕が夜に帰ってきて会ったとしても、なんか妙に優しくて、まあ優しい分には嬉しいんですけど、もともと僕の父親は優しくて穏やかな時とピリピリしててトゲトゲしい時の波が割と大きいタイプで、まあ別に父親は病気でもないし、あくまでいい波乗ってる時と乗ってない時の差が激しいってことです。でもまあそのせいで仕事が忙しくなってくると、うんって感じなんですけど、でもね、やっぱり一人暮らしをして家族の鎖というか、一歩その枠組みから外に出ると、なんだろう、正直どうでもよくなるんですよね。そんなに父の機嫌に関心がなくなったというか、まあもちろんいい意味でね。てな感じで父との関係は良好です。今作ってるフルーツサンドもちょうど今日弟の卒業式で父母が見に行ってるので、帰ってきたら一緒に食べようって感じで作ってます。もうほんと最近まではさ、東京に一人暮らししてる私立の大学生みたいな、家賃も学費も仕送りもめちゃ高いお金を親に出してもらってるみたいな人がめっちゃ羨ましいし、クソって感じだったんですけど、もう正直ね、何も気にならん。もう家賃払ってたまに家帰って優しくしてくれるだけでほんと十分なんですよね。あとさっき言った父親の気分の波、それは僕にもなんか遺伝してるような気がして、イライラしちゃう気持ちもめっちゃわかるんですよね。だからなんていうか、同情じゃないけど、そんなに悪く言えないような気がするんですよね、僕も父親に。そうなんですよ、父親は良くも悪くも感覚で生きてるような人で、その分センスが良くて芸大出て絵も上手かったりするんですよね。ちなみに父がいつも自慢することがあって、なんか気分がいいと、俺が大学生の頃はモデルやってたんだぞって言ってます。確かに父の実家に帰ったら、その時のキメッキメのポスターが飾ってありました。サーフボードを持って爽やかサーファーみたいな写真だったんですけど、その時は気分もいい波乗ってたんですかね。まあそう思うと、僕のこの YouTube 活動も父のモデルみたいなもんだし、父と僕は結構似てるんじゃないでしょうか。結局カエルの子はカエルですね。ちなみに僕の母方の祖父、あの一人暮らしの援助をしてくれてる祖父は昔鬱になってて、ちょっとメンタル繊細なタイプで、で父の方は神経質でピリピリしちゃうタイプで、その子供の僕は生きづらい性格のサラブレッドってことになりますよね。だから親たちを憎むっていうことではなくて、この自分のめんどくさい性格が遺伝によるものなんだなって、まあ、むしろ安心しますねって感じで、フルーツサンド完成しました。ではみんなの帰りを待ちましょう。おー、フルーツサンド作った。ああ作った、すごいじゃん。たまたま父の声入ってなかったんですけど、まあ父も喜んでましたね。超絶余談なんですけど、 YouTube ってこういうフルーツサンドの材料はもちろんなんですけど、動画内で焼肉食べたらそれも経費になって収入をちょっと減らせるんですよ。僕それ全然知らなくって、全部レシート捨てちゃってました。だから今回の税金が割と高くなっちゃいましたね。来年から気をつけます。というわけで今日はこんな感じです。ありがとうございました。